物理学に革命をもたらす前の若き日のアルバート・アインシュタインはこのリストを使った難解なパズルを考案し、天才の片鱗を伺わせていました。さて、史上最も偉大な賢人の一人による脳に汗かく難問にあなたは耐えられるでしょうか。健闘を祈ります。世にも珍しい魚が市の水族館から盗まれました。警察は手がかりをたどり、よく似た5軒の家が並ぶ通りにやってきました。しかし、すべての家を同時に調べることはできないし、もし間違った家を捜索すれば、泥棒は追われていることに気づくでしょう。事件の解決は、町一番の名探偵であるあなたにかかっています。現場に着くと警察は判明していることを教えてくれました。その1、それぞれの家主は違う国籍で、それぞれ違う飲み物を飲み、違う種類の葉巻を吸う。その2、それぞれの家の中の壁は違う色で塗られている。その3、それぞれの家では違う生き物を飼っていて、そのうちの一つは魚である。数時間の調査の末、いくつかの手がかりを得ました。たくさんの情報があるように見えますが、解決につながる明確で論理的な道筋はあるのです。パズルを解くことは数読によく似ているので、ヒントをこのような表に整理すると良いでしょう。はじめにヒント8と9をもとに表を埋めます。するとノルウェー人は1番目の家に住んでいるので、隣の家は1軒しか存在せず、ヒント14からその家の壁は青とわかります。ヒント5によると、緑の壁の家の住人はコーヒーを飲むようです。中央の家の住人はミルクを飲み、2番目の家の壁は青とわかっているので、緑の壁の家は2番目でも3番目でもありません。そしてヒント4から、緑の壁の家は白い壁の家のすぐ左とわかるので、1番目と5番目のどちらでもありません。コーヒーを飲む住人のいる緑の壁の家の位置は4番目のみになると同時に、白の壁は5番目の家だとわかります。ヒント1から、国籍と壁の色が判明します。3番目の家だけどちらも不明であることから、この家はイギリス人が住む赤い壁の家に違いありません。これで黄色の壁だけまだ家が特定されていませんが、これは1番目の家であるはずです。その家の住人はダンヒルを吸うことがヒント7から明らかになります。またヒント11から、その隣人が馬を飼っていることがわかりますが、その家は2番目しかありえません。次に1番目の家のノルウェー人の飲み物ですが、ヒント3から、紅茶はデンマーク人の飲み物ですし、ヒント12から、ルートビアはブルーマスターを吸う人の飲み物です。またコーヒーとミルクはすでに割り当てられているので、残るは水だけということになります。ヒント15より、ノルウェー人の隣に住む2番目の家の住人はブレンズを吸うことがわかります。さあ、これで葉巻の銘柄も飲み物もわかっていない家は5番目だけとなり、それはヒント12が示す人の家に違いありません。これで飲み物がないのは2番目の家だけとなるので、そこに紅茶を飲むデンマーク人が住んでいるはずです。4番目の家のみ国籍と葉巻の銘柄が不明ですが、ヒント13にあるようにプリンスを吸うドイツ人が住んでいるはずです。消去法によりイギリス人がポールモールを吸い、スウェーデン人は5番目の家に住んでいると判断できます。一方、ヒント6と2からそれぞれ鳥と犬を飼っていると分かります。ヒント10にあるブレンズを吸うデンマーク人の隣で猫を飼っているのは1番目の家ということになります。さて、残る空欄は一つだけとなるので、緑の壁の家に住むドイツ人が犯人に違いありません。あなたは警察と一緒にその家に突入し、魚を手にしている犯人を逮捕しました。ここまでの解法は分かりやすかったものの、このようなパズルは出だしを誤ると行き詰まってしまうことが多いのです。コツは消去法と試行錯誤を繰り返して正しい答えを絞り込むことと、より多くの論理パズルを解けば、結論を下すのに十分な情報が集まったと判断できるような直感力を養えるでしょう。若きアインシュタインはこのパズルを作ったのか、多分違うでしょう。証拠は残されていませんし、登場するブランドも新しすぎます。しかし、ここで使われる論理は多変数方程式の解法や宇宙の本質の説明ともそう大きく変わらないのです。パズル解きのコツをつかんだところで、ミュータントゾンビ軍の追跡から皆を救うことができますか？この動画で知力を試してみてください。あるいはまた
この動画でアインシュタインのもう一つの難題が解けるかどうか試してみてください。